ラジオネームトゥーパンプスさん、先週の土曜日、なでしこリーグ一部バニーズ群馬 FC ホワイトスターのホーム戦がありました。スペランツァ大阪に1点を先制されましたが、後半20分には元日本代表の大谷選手のフリーキックを塩谷選手がヘディングで折り返して、川崎選手が押し込んで同点。美しい、ここ重要と3選手の連携プレーで引き分け、勝ち点1をゲットしました。今年のバニーズはホーム戦無敗ですよ、というメールです。おめでとうございます。 MF もね、バニーズ応援してますからね、頑張ってください。スーパンプさん、メールありがとうございました。また40分台で。